岐阜県白川町。緑に囲まれた自然豊かな町です。町民の生活を支える役場で今ちょっと変わった取り組みをスタート。一見変わったところは見つからないのですが、見たことない、初めて見ました。答えは足元にありました。デスクの下にはなんとバランスボールが。ここ白川町役場では4月から一部の職員の椅子をバランスボールに変更しているんです。変な感じですね。発案者はこちらの女性、総務課の小池みどりさん。綺麗な、もう一生懸命真面目に仕事に取り組んでいるので、なかなか自分の時間を取ることが難しくって、執務しながら適度な運動ができるというところですごくメリットがあるなと思いました。不安定なものの上でバランスを取ることでインナーマッスルが鍛えられ、エネルギーを消費することで基礎代謝のアップやコレステロール値などの改善が期待されています。この取り組みのわけは去年行った健康診断の結果にありました。実は職員の6割以上が病院での受診や治療が必要とされていたのです。そこでまず導入されたのがウォーキングアプリ。歩くだけでポイントが貯まるためゲーム感覚で運動しようと取り組んでいましたが、白川町は暗くなった際に出歩くとイノシシやシカに遭遇する恐れもあり、思ったように普及せず。職員が健康でないとやっぱり、ね、質のいい行政サービスの提供っていうところに結びつかないなというところを心配しまして、健康維持の取り組みを何かできないかなと考えていたところ、バランスボールを使ってやってみようということを思いました。この取り組みを実現しようと資料を作り上層部に相談した小池さん、反応は上々。しかし役場ならではの心配事が。町民の方ですとか来庁される方に、まあ、ご理解をいただけるかなというのが一番心配でした。まあ、面白い取り組みしてるねとか、いいことだねとかって言ってくださる方が多くてありがたいなと思ってます。中にはバランスボールはどこで買うのっていうようなお問い合わせもいただいたりして。それはホームセンターでお願いします。開始から2ヶ月半職員の変化は、自分の姿勢が良くなっていくのが体感できたのかなと。痩せたいと思うんで使ってますが、効果は今のところないかなという。果たして効果は出るのか。町は来月出る健康診断の結果を踏まえて正式に導入を決定する予定です。